した人数でしょ。はい、どん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 巻いてください。あ、どんどん巻いて。はい、よっしゃやるところもなんか土踏むところも楽しかった。なんかやってる人大変だなと思いました。昔の人植えるとき、米植えるの大変だなと思いました。なんか足が抜けんくなったり、量がなんか5本っていうの難しかった。植えるのはなんか倒れたり、なんか草の数の調整とか難しいのですごいなと思いました。楽しかった人、はい、そっかい、ありがとう。今日植えた稲は秋になったらみんなが給食を食べて干ししらりになります。大変美味しいお米になるから、期待していてください。食べ物を大事にするという心を一番分かってほしいなと。世界にはね、食べたくても食べれん子供たちがたくさんおるのに、お米を唯一、自分の国で食べれるだけ作れるのに食べ残ししたり、自分で苦労したらその分食べ物の大事っていうのがよく分かると思うから、田植え稲刈りを通して食べ物が重要なことだということを学んでほしいなと。それが一番です。